おはようございます。おはようございます。どうも柴です。今日はですね、はい、スノーボード日記8日目。実際は8日目じゃないねんけど、天気もいいですしね。うん、それは通信ズーム。去年はそのターンで終わってしまったんですけど、はい、はいはいはい、今日はね、またターンからスタートです。はい、じゃあ行きましょうか。はい、うわ、最悪や、ゴーグル曇ってもうた。これはやばいぞ。上の方に登る感じで。わかりました。はい、津田家高原2回目なんで。おお、流行ってますね、やっぱここのスキー場は。今年はね、ギアも変えたんだ。はい、お、これはもしかして。行きましょう。はい、カリカリがない。頑張るぞ。どうですか先生。うまいじゃないですか。ちょっと上達したでしょ。はい、教える先生がうまかったんでしょう、ね、先生は僕大の字になって横になってるところパッと行っただけやで。いや、あれを見せたんですよ。僕はリフトからなんか点みたいになってるの取っとってん。いやいや、あれは 動けなかったんでね。今日はね、はい、去年行けなかった馬乗せコース行きましょう。死んじゃうよ。死にましょう。死んじゃおうか。僕も取ってたらもしかしたら滑れないかもしれないですけど。僕やばいね、急なとこ嫌いよ。いやいや、急じゃないですよ。急でしょ。馬の背ですよ。うん、馬の背中っていうのを想像してください。うまいな。毛がバーって縦髪から続いてるっていう思えてくるから。縦髪から続いてた尻尾のとこ落ちる。そう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 。いやいやいや、おい大丈夫。行きましょう。行きますか。はい、ワンフットでもう一回降りて。そう、ワンフット1000でイメージ。あ、そうやね。自慢。自慢。自慢っすか。僕も欲しいんですけど。え、ケーキで。あ、僕作りますよ。もしかして木で作る。もちろん木で。5分の時こうやっとくから、それにガーンってやったら刺さるみたいな。止まるみたいな。うん、あ、今日はもっとあの板を立てる練習していきたいと思います。寝るぐらいね、はい、こける木でちょっと。そう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 、頑張ってみよう。じゃあ2本目、2本目いきましょう。行きましょう。じゃあ行きます。やばい、なかなか難しいな、板立てんの。こける気でいくか。いくぞ。イエイ、かかとが上がりはいいね。そうですか。いやもうね、難しいですね、これ追い取りもね。難しいと思う。次このチャンピオンね、去年行けなかった。去年僕無理やった。はい。どうなってた。僕がこうあの迂回コースと競争して、分けてんな。競争して、うん、あの全然降りてこなかったところですね。行って行けたら、うん、その延長が馬の背なんで、馬の背で死にましょう。うん、ね。立てるで、下を。ジャンプできます。任せろ。できへん。怖い。しんどい。しんどい。痛い。冷たい冷たい。
冷たいってほんまにやめてお前のいびきで俺10分しか寝てないんやほんま馬乗せファイヤーやっと来れましたね馬乗せ痛くなかったけどねこれ行くの？これ何？大丈夫これ？谷やで。大丈夫大丈夫。これやばいって。下見えへんやん。見てる見てる。うわ。うわ。やばこれ。ちょっと待ってこれ滑れるか。ちょっと待って。おい。やばいぞこれ。これやばいぞ。止まらん止まらん滑落や行こう行こう行こうかやばいおいいじゃないですかお疲れ様ですお疲れ様です頑張りましたねやばい足が膨張とりあえず馬の差はやばい馬の差やばいほんまこれやってんけ馬の尻尾やってんけということでスノーボン日記8日目でした。お疲れ様でした。はい、行った。手袋してないから多分。